惜しくも準優勝の姫野であったが、最終リサルトはなんと失格処分。スタート直後の接触事故が姫野の車高による危険行為と判断されたのだ。走り出すや否や末永は進路を塞がれドーン。ってことは自分の中でも車も含めてまだまだだなと。まだですね結果的にこうなんで、なんかだんだん喋り方が変わってきたんですけど、ちょっと、まあ、今までちょっと真面目キャラの喋りだったんですけど、ちょっと変わってきたね、口の角度が。そうね次見てろ出た